今美肌効果をね適用してるんですよ。なんか最近ショールームをアップデートしたらなんか美肌効果っていうなんか枠ができてて、新しくそこを押したらなんか美肌加工されるらしいんですけど、やばくないこれ 美肌モード半端ないねこれ。なんかでも自分の顔より、なんかなんていうのか、なんかプリクラ感というか、なんか偽物感が出るんだけど、すごい神々しい。あと2日、これはなんかいいのか悪いのか これ美肌効果ない方がなんかいい気がしてきたのは私だけ。そう、なんかずっと興味あって新しく美肌効果できたのは知ってたんですけど、ショールームにやり方は分かんなくって、今日教えてもらったんですよ、はるるんさんに。これない方がなんかいい気がしてきたんだけど。せなちゃんは年齢より幼く見える。配信中にはね、効果切ったりできないんですよね。これなんかちょっと気持ち悪いから一旦なしにしますね。あ、できるじゃんここで。あ、待って、これはでもいつもより暗い。この辺か。どの辺がいいんだろう。美肌効果はこれをやるとやばいんだよ多分。これ今みんなの前では変わってんのかな。この辺で、ああ この辺でない方がいいかったね、美肌効果。ちょっとプリクラ感出るわ。こんばんは。いいこと、おしゃべりしよう明日はレッスンが7時間ある。長い。なんかそれでもいつもより白いですね。今日メイク変えたんですよ。なんかピンクメイクにしました。うさぎ感を出すために。こんばんは。翔やハートありがとう。ランの配信にしよう。 iPhone と一緒なの配信。 iPhone とは一緒にいないです。さっき会ってたけどね。ヘアクセはつけてないんですけど、なんか何ネジリンパしてます、こっち側だけ。あ、ちょっと緩めすぎた。あ、ボランティア行ってたね。私はね、行ってないんですよ。今日レッスン行ってました。ネジリンパっていうのが、今、くるりんぱっていう髪型は結構前から流行ってるんですけど、今、新しくネジリンパっていうのが女の子の髪型で流行ってて、ネジリンパっていうのは、唐揚げが美味しかったよ。お、福岡公演、やったー。2つに髪の毛を分けて、これを、くる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 していきます。編み込みができない人とかはねじリンパってぼかせば編み込みみたいに見えるから、編み込みができない人にもおすすめで、それでこれをこうやって崩していくんです。こうやって今はこれをわざとぐさっと崩していくのが今の流行りなんです。ここの辺もね、こうやってこうやってやってやるのが流行りなんです。だ、美肌効果結構下げたんだけど。ここをピンで止めると
デポンハートありがとう。ヘアピンがなくてね、1個しか。こんな感じになります。ちょっと黒カメだからね、あんまり見えないんだけどね。再販追加してありがとう、ヒレポンありがとう。ハートクマがあるように見えるっていうか、クマがあるんだよね多分今。クレパンありがとう、シルビンさん。なんか結構ちょっとクマがあるのかもしれない。そう、メイク変えた。なんかさ、私何もない時の配信の方がいいんだけど。でもこれさ、ここでこうやってやったら何もない時より暗いんよね。ほら暗すぎん、これは。元の私に戻ってほしい。つけんやったらよかった。メイクめっちゃ変えました。大阪公演楽しみにしててくださいね。めっちゃピーポー言ってる。そう、昨日西日がやばかったよね。お、あさって来てくれるの待っとるけんね。嬉しい。みんなこんにちは。いいことありますか。いいことね、いいことね。みんなに言われるんだけど、いいことないのって。やっぱ美肌効果ない方がいいわ。ちょっとこの今日の配信終わったら美肌効果切ろう。そう、ピンクのシャドウ入れてる下に。いいかもね。ツーショット？あさってってもうツーショットとかそんな時か。いいかな。でもなんか私最近思うことがあって、なんか運気を上げたいんですよ今。なんか今運ついてないなって思うことが多くって、なんか運気上げたいなと思って自分で。いや、すごいけど大丈夫かしら。運気上げたいなと思って、で運気を上げる方法をなんか調べてたんですよ。でまあこういうのは人に聞くのが一番早いと思って、私の友達の中で一番頭がいいと思われる友達に連絡をして聞いたんですよ。その子に運気を上げる方法を教えてみたいな感じで言ったら、その子東大に行ったんですけど、私の友達の中で多分一番頭良くって、その子がで運気を上げる方法教えてって言ったら、運気を上げるにはなんかまあ風水とかいろいろあるけど、一番手っ取り早いのはめっちゃ運のいい人、強運の人のそばにいることが一番いいことだよって言われて、ヒレポンだるまありがとう、東京大学の方よ。で、あ、そうなんだと思って。だから運気がいい人、今俺運ついてるよ、今私めっちゃ強運だよっていう人、皆さんぜひ運を吸い取らせてください。たくやバラありがとう。はつみさん、おお、ありがとうございます。そうです、あんちゃんは家族みたいな存在です。 ST48 のゆらりんことゆらあかりです、よろしくお願いします。東大元暮らし。そうだから、運の強い人、運気がめっちゃある人にちょっとついていこうかなと思ってて、今私が運ないから。ゆらり推しにできたことが嬉しいこと言ってくれね。
え、ガストってくじが当たったら食事代無料になるの？何そのめちゃくちゃ嬉しい制度。え、何？壺を買ったらさ、運気上がるっていう話があるんですか？ユミヤン、それはめっちゃ強運やな。STU で強運の人って言ったら、まあ一番は絶対私岡田奈々さんだと思うのね。とは誰なんだろう。なんか陽なオーラが出てる人、陰なオーラじゃなくて陽なオーラが出てる人、誰だろう、誰なんだろう。20人に1人無料になるのめっちゃ当たるやん。ガスト行こう。あ、ココアさんとか確かに運良さそう、良さそう。でも私的にホノタンとかも運良さそうな気がするな。今日美肌効果にしてるんですよ、ショールーム。でもちょっと明日から元に戻す。お、まなみちゃんさん、ありがとうございます。 ST48 のゆらりんことゆらくりです。よろしくお願いします。懸賞当たったことないね。あー、ないね。あ、でも一回私のママが、なんか私のママってなんか左手でくじを引いたら当たるみたいなのがあるらしくって、自分で勝手にママが強運の左手とか言ってるんですけど、ママの左手を、ママの左手で引いたら、前軽井沢の、軽井沢じゃなかった、あれ箱根だ、箱根のなんか旅行券みたいなのがついてきて当たって、それで家族で一回箱根旅行には行きました。うん、吸い取られたるいける、いいことあるのは私ですね。のんちゃんさんもね、確かに運持ってる。小6の時の前田くんをここに連れてきてほしいねでも私のママは結構割と運がついてる方だと思ってて、なんか私ここを入る前にスクールで歌とダンスを習ってた時期があったんですけど、そのスクールって半年に1回なんかオーディションがあって、オーディションで受かったらソロで歌を歌えたりする機会がもらえるんですけど、私それで2回だけ受かったことがあったんですけど、それに2回とも私のママがオーディションを応援しに見に来てくれた時だったんですね。だからママが来たら受かるみたいなのがあって、そう、私のママ意外と運強いのかなと思ってて、私はね本当に去年がすごい運が良かったんだけど、去年、一昨年か、一昨年すごい運が良かったんですけど、去年か、去年すごく運が良かったんですけど、今年すごく本当に運が悪くって、多分ドラフトの合格時の時に全て運を使い切ってしまったんでしょうね。ね、ノーマルの方がいいね。お休みメールの後に私メール送ってた？前髪はもう切りません。そうそう、今村さんと同じ。カメレオンさん、ハートありがとう。そうだよ、みんな握手会に来たら私がみんなのもう運を吸い取るだけ吸い取るからね。そう、ママが強運なんだよ。歌聞いてみたい。ペダル漕いで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい私の一番お気に入りの歌です。マルさん、おー、握手券買い足しありがとう。お、土曜日初めまして、待っとるけんね。土曜日、え、今再販やっとるっけ。
もうさすがにやってないよね。やってないよね。今日美肌効果してるからね。今やってる？あ、そうだ。皆さん今センチメンタルトレイン再販中なので、ぜひぜひあのね、1枚買ったよっていう方も、まだ買ってないよっていう方もね、ぜひたくさん会いに来てくださると嬉しいです。私はなんかこう STU に入ってすごく思ったことは、なんか今一番大事にしたいなって思ってるのはショールームと握手会で、まあ、私は今選抜に入れてない分、研究生っていう立場もあってあんまりお仕事がなくって、そうテレビとかその地方のイベントとかに出ることも全然ないし、選抜じゃないからの出張公演とかに出られないことばっかりで、本当に皆さんの前に立つ機会が全然なくって、本当にねすごいなんて言うんだろう、ちゃんとなんかアイドルとしての活動ができてるのかこの日々って思ってるの、最近日々で。でなんかそんな中でできるのが本当ショールームだけだから、ショールームは絶対大切にしたいのと、まあでも最近はちょっと割とレッスンが忙しくって、チャリティーコンサートに向けて、チャリティーコンサートに向けてのレッスンが忙しくって、ショールームの時間とかもあんまり取れてないから、あんまゆっくりとかはできてないんだけど、できるときはゆっくりしたいと思ってるし、だし、なんか本当に覚えないといけないことがパンパンで、昨日とかも一気に何曲も振り入れとかしてるから、もうチャリティーコンサートまであとちょっとしかないの、10日ぐらいも10日もないぐらいだから、本当にレッスンされない曲とかも練習しないといけないしね、今ちょっと忙しくってショールームもできてないんだけど、あんまり昨日とかは。でもできるときはいつも2時間とかやるようにしてるし、私がやりたいからやってるだけなんだけど、それで握手の方もすごく大切にしてて、その握手を大切にする理由は、唯一私がファンの方と触れ合える場面だから、こうあってやっぱり会ってお話ししたい、この画面上だけじゃなくて、私は会ってもう生でみんなに会ってみんなとお話がしたい。もちろん生でみんなと会ってパフォーマンスを見せることができたら一番いいんだけど、今はまだそれはチャリティーコンサートがあるんだけどね、それまではなかなか難しいし、だから私は握手でちゃんとみんなに、もうこんな画面上とかじゃなくって生で会って話したいの、みんなと。あとシハートありがとう、おブーちゃんありがとう。だから握手はすごく大事にしてるし、一番触れ合える場面だし、みんなともっと本当ね、みんなの前に立てる機会を増やさなければならないんだけど、今は握手会が一番そうだから。この前の握手ピンクの服着てないよ。え、わかんない、着てないと思う。あ、嘘、着てた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 。だからみんなもよかったら、おともちゃん待っとるよ、会いに来てくださると嬉しいです。握手今再販中なので。でもなんていうの、こう私がさ会いに来てもらいたい気持ちはすっごくあるし、絶対会いに来てくれたらもう絶対幸せな時間にするし、私もすごい握手会が好きで好きでたまらないからこう言うんだけど、なんかあんまりこう
握手券いっぱい買ってくださいっていうのは違うと思うから、なんかみんながもうちょっとちゃんと、なんていうの、握手着たいなって思えるようなきっかけを作れる場所にショールームをしたいから、もうちょっと頑張ろうって思う。ありがとう、みんなありがとう。しょなみさんもピンクの服、あ、大森真帆ちゃんのところから見てくれてたのかな。初めて見るユリのライブ楽しみです。ありがとう。采配買いすぎちゃったよ。ありがとう。なべ、タコー、ありがとう。でもなんか最近思ったことは、なんか私の周りでこう、なんかいろいろ最近考えるようになって、私のママとかもいろいろなんか、この人の話すごくためになるから聞いた方がいいよとか教えてくれたりするんですけど、ゆあちゃんの握手ってどんな感じ？え、もうなんかしっとりしてる しっとりだけどウェイウェイって感じ とにかくめっちゃ幸せな時間になることは間違いないんですけど、そう、なんかこの人の話参考になるから聞いてみなとかママに言われたりするんですけど、私もなんかいろいろ模索してて、いろんな人の話を聞こうと思ってるんですけど、こうなんかやっぱり私の周りで、なんか私が目標にしてる人とか成功してる人、私もこういう風になれたらいいなって思う人が何人かいるんですけど、そういうのってやっぱりしっとり、手汗じゃない、私手汗はかかんけ。そういう人ってやっぱりやりたいこととか今後どうなりたいかとかが明確に見えてて、それを口に出してる人だと思ってて、なんか何日、あ、何、何月はまでに絶対私はこれをするとか言ってそれをやったりとか。ブーマさんクレープありがとう。ゆらりんだよ。ああ、まほぴょんさんのところか。まほぴょんさん、まほぴょんのところから見てくれてたね。覚えてるよ。なんか。とか、あとは、なんか、別に具体的に決まってなくても、絶対になんか、びっくりなってやるとか、絶対に、こう、成功して上に行くとか、そういうのをこう、恥ずかしがらずっていうか、恥ずかしがらずというか、なんていうの、それはできない可能性の方がでかかったり、できないことかもしれないけど、それを口に出して言うことに意味があるなってすごく思って、こうなんか、そう、それって大事なことだなって思った。やっぱり口に出して言うっていうことは、口に出して言うことによっていろんな人に、その中の誰かがこうどうにかしてくれるかもしれない可能性もあるし、この子こういう夢持ってるんだって知ってもらうことにもなるし、自分もそれを言ったことによって頑張ろうってなるし、なんかだから私はアイドルにはすごくなりたかったんだけど、本気でアイドルを目指してるっていうのをなんかちゃんとみんなに話したことがなかったというか、そう、ちゃんとみんなに言ったことがなかったので、私絶対アイドルになるみたいな、アイドルやりたいなみたいな、なんかでもみんなそこまで本気でもないんだろうなみたいな思ってたと思うのね、周りの子とかも。じいいね、ありがとう。りょうぴょん、ハートありがとう。でもそういう時にこう、なんかこうパッと自分の夢とか目標を言える人ってすごくなんかかっこいいなと思って、いいなって思う。思います。で、私前なんかそういういろんな人と話してる時にパッて言われたのが、なんか「りょうぴょんクレープありがとう」「タコーンありがとう」、こうパッて言われたのが、なんか今なんかやりたいこと何でもいいから100個あげてみてみたいなことを言われて、100個言えるって言われて、あ、言えないなと思って、今の私には。で、何でもいいんだよみたいな、
なんか例えば、もっと可愛くなりたいとか、もっと化粧が上手になりたいとか、もっと二の腕を細くしたいとか そんなことでもいいんだけど、ちっちゃいことでもいいんだけど、100個パッて言われて、100個言えるって言われた時に、あ、なんか言えないなと思って、私って。で、なんかさ、そんなやりたいことがさ、ないのにさ、迷っててもさ、ダメだなって思って。2、30個は答えれるし、それを答えれる人はいっぱいいるんですけど、100個答えれる人ってなかなかね、いないと思うの。ぴょんぴょん、誰もありがとう。で、なんか、それ100個答えれるのってすごいなって思った。でも常に何か欲がないと、欲がないと、人間ってそれに向かって頑張れないから、推しメンに会いたい、誰々ちゃんに会いたい、誰々ちゃんに会いたいで100個埋まる人もいるかもしれないね。なんかでも目標とかやりたいことを口に出して言えることと、いろんなことに興味を持って、いろんなことをやりたいとか、もっとこうなりたい、こうしたい、こう変えていきたいみたいな意思がある人じゃないと、それは何にも意思がない人でさ、ダラダラしてるんだったらさ、何も変わんないじゃん、そんなの。だから私は今はそんなになんかこうしたいとか、これをこう変えていきたいとか、そういう考えとかがちゃんとできてないから、そういうところもダメなのかなと思って、自分のっていうのを考えてた。あかりちゃんに会いたい、あかりも会いたい、ほんとに。G いいねじゃなかった、ハートありがとう。まめっちいいね、ありがとう。明日も朝を迎えれますようにとかでもいいと思うよ。おにぎりを食べたいとか。そう、はるるんさんに誕生日プレゼント渡したんですよ。実は前私があのあれになった時に、速度制限になった時にハルルンさんがポケット Wi-Fi を貸してくださって、それでお世話になったので、お誕生日の時にお誕生日プレゼントをね、お化粧品なんですけど渡しました。というかね、ハルルンさんがね、洋服をくださったんですよ。なんか着なくなった洋服あるけどいる？って言われて、欲しいですって言って、コッコさんにも約束しちゃったの コッコさんがいらなくなった冬服とかあるけどって言ってたから、ください全部もらえますって言って、先輩方の服を今模索してるんですけど、この服もハルルンさんがくださった服で、ちょっとでもハルルンさんっぽいでしょ、こういうの。いっぱいもらったんですよ。でも結構系統が割と違うから面白くって、佐野さんなんか仲いいっていうか、まあ、会ったらおしゃべりするって感じですね。コッコさんの方が割とでも、おしゃべりとかはするかなんかね、めちゃくちゃハルルンさんっぽいなーみたいなお洋服をね、いただきました。ロストマンさん、ハートありがとう。なんかめっちゃね、ハルルさんの匂いがする。あ、いい匂い いい匂いがする。こんな感じのワンピースとか、なんか大人っぽい服が多いんですよね、やっぱハルルさんだから。ちょっとあんまり系統違うから大丈夫かなみたいな感じ言われたけど、もうコッコさんも全然系統違うけど大丈夫って言われたけど、もう全然何でもいいんで何でもくださいって言ってて めっちゃいい匂い。あ、これももらった、トップスとか。でもなんか確かに割と大人っぽすぎてあんまり着れないかもしれない。お誕生日プレゼント喜んでます、よかったです。じいさん、ハートありがとう。あ、さんじゃなくなった。あつし、ハートありがとう。匂い嗅ぐよ、そりゃ。女の子の匂いは嗅いじゃう、嗅いじゃう。いい匂いだもん。
いろいろいただきました、ありがとうございます。大切に着させてもらいます。握手会の後との匂いかけ、なんでやめてよ。ハンドクリーム塗らなきゃ。私ミストしかしないからさ、クリームペタペタするからあんまり好きじゃなくて。あ、ハルルンルームから来ましたありがとうございます。ハルルンさんの、今私もハルルンさんからもらったね洋服を着てるんですよっていう話をしてた。マメチハートありがとう。つくしさんクレープありがとう。女の子の香りいや、なんかでも私はあんまりなんていうの、なんていうんだろう、あんまり香水のきつい匂いが好きではなくって、翔也だるまありがとう。あんまりなんていうの、なんか香水感のある匂いがすごく苦手で、そうだからなんていうの、だ柔軟剤の匂いとかシャンプーの匂いとかそういう匂いの方が好き。あとなんか人の匂いの方が好き、なんか作られた匂いっていうよりも赤ちゃんの匂いとか大好き。私弟できた時すごい、あ、赤ちゃんの匂いってこういう匂いなんだと思って、赤ちゃんの匂いいい匂いだなって思った。えっちゃんさんだるまありがとう。そうなんか柔軟剤分かってくれる、みんな香水はあんま好きじゃないんですよね。手遅れコーションダラダラツダダダラツダダダラララララ。そう弟、私めっちゃ年離れてるからおむつ替えとかしてたの、その時に、あ、なんか赤ちゃんのなんかこうミルクあげてる時とか、あ、これが赤ちゃんの匂いなのかって思ってた。そう私的に超匂いフェチなので、匂いとか声とかが好きなんですよ。だから匂いがその何、その人自身の匂いがあると嬉しいですね、いい匂いだと。しょなみさんハートありがとう。この服ハルルンさんにいただいた服です。はぁ、はじめまして、ありがとう、共感してくれて。ガッチャンさん迷子なの、ここにおいでここがゴールだよ、ありがとう。 ST48 のゆらりんことゆらかりです、よろしくお願いしますそうなんか本当私が親みたいな感じで弟のお世話いっぱいしてたから、私2個上のお姉ちゃんもいるんですけど、だからお姉ちゃんとママと私がもう3人お母さんがいるみたいな感じでお世話してました。そうヘアミストとかだったら全然匂いがそこまできつくないからいいんだけど、ガチの香水はねちょっと苦手なんですよね。アラサーって呼んできます。何歳差、12歳差とかじゃあ、だからその小さい子のお世話とかは割とできる方ですよ。私も犬の匂い好きよ、犬っていうかラッキーの匂い好き、飼ってる犬の。あーね、いやーなんか青春エピソードだね、ユミヤンの話。いつもとアイメイク違うよ、怖かったね。ガッチャンハートありがとう。え、なんかそうあるよね、こうなんかさ小学生の時とかさ、小学生の時にモテる男の子ランキングって1番は足が速いで、2番がなんか面白い子、クラスのムードメーカー的な子で、多分3番目に来るのが柔軟剤の匂いがいい子なんだと思う。なんか体育の後とか汗かいてるのにいい匂いがする、なまるまるくんっていつもいい匂いするよねみたいな、なんか
のが持ってってたね、小学生の時は。お母さんだから柔軟剤使ってあげて、年頃の息子には。いい匂いできてください。香水はでもあんま嫌だ。足が速い人ってさ、無条件にモテてたくない？小学生の時。まるまるくんって足速い、かっこいいみたいな。顔じゃないよ、絶対人間。絶対私それはね、否定する。あ、なんかそりゃ顔がいい人は得するかもしれないよ、そりゃ人生。私だってもう、ああ、デジモン可愛い、あの子みたいに可愛ければ、みたいな思うこととかありましたよ。ああ、私もパルルみたいに可愛ければ、こんなにオーディションも落ちなくて、みたいな思ってたこともありましたよ、もちろん。パルルの顔に生まれてたら人生違ったとか思ったこともありましたよ。でも、私は絶対に、なんていうの、まあ、得はするかもしれないけど、知れないけどよ。結果、絶対に顔じゃないと思う。私はもう旦那さんにするんだったら、もう顔とかもうどうでもいいもん、ほんまに。その中身で絶対決める、私はね。これガチだよ。本当に私イケメン興味ない。本当に。これは前も配信で言ったけど、多分みんな信じてないけど。私本当にイケメンとか興味ない。ハヤト、ハートありがとう。私パルルさんの顔めっちゃ好みです。もうすっごい好きな顔、かわいい。カズリンタコありがとう。ハヤト、ハートありがとう。女の子は顔がかわいい子が好き。でも私はね、同性だから。宮脇咲良さんの顔に生まれてた、ほんと勝ち組だ。あんな整った顔いないよ。シェアクレープありがとう。推しメン決めるときも中身重視。いいと思う。え、なんかアイドルってやっぱり、そりゃ見た目が可愛いのが重要視される職業だと思う、すごく。でも、こうなんか本気で応援するんだったらさ、ね、中身もさ、知った上でみんな応援するやんか。パルルさん、かわいいよね。りょうぴょん、バラありがとう。ハルルンとパルルが紛らわしい。なんか最近、なんか、いろいろそういうふうに考える機会があって、そのさっきも言ったやんか、なんか成功してる人のなんか共通点探したりとか、私がどこがダメなのかとかなんかよく考えるんですけど、そういう時になんかこう悩んでる時に、私結構悩んでる時にやることって、人にまずは一番人の話を聞くのが好きだから、いろんな人に相談して、いろんな人それぞれの答えを聞いて、ああこういう考えもあるんだ、あそういうふうにしたらいい時もあるんだ、みたいなのを聞くのが一番好きなんですけど、最近はなんか割と音楽でなんか納得しちゃうことが多くなってきた。ありがとう。見てなくて絶対緊張するよね。感謝絶対忘れちゃいけないね、ほんと。髪の毛黒くしてない。音楽ってすごいなって思うのは、まずこの職業をやってると、こういろいろ悩んだりするじゃないですか。でも悩んだこととかも、なんていうの、あんまりなんか、人にはあんまり言えない悩みの方が多いし、学校の友達とかと違って、こう何でもペラペラ喋れるわけやないから、だからなんか、
一人で落ち着かせないといけないことが多くなったんですね。今までは本当に学校生活してて悩んでる時は誰か友達とか先生とかにすぐこう言ってたけど、なんか一人で落ち着かないといけないっていう時とかに、なんか私音楽を聴くんですけど、それもなんか結構歌詞がストレートな曲を聴くのが多くて、お初めてアクスカ来てくるのムーウェイズさん待ってるけんね、ありがとう。そうショールームでめちゃめちゃ言ってんだけどね、私は一番の相談相手だから、みんなが可愛い系と綺麗系どっちがいいですか、私の女の子のタイプですか。でなんかいろんな曲を聴くようにしてて、こう48グループの曲はだからやっぱアイドルの曲だからアイドルに寄り添ってる曲がすごく多いからすごい共感できるんですよ。そうロドスとかもすっごいなんかちゃんと歌詞聞くとなんか泣けるほどなんか共感できるし、ファーストラビットとかも好きだしって思う。少女たちよとかね、そういうのも聞いたりするんだけど、最近はなんかこう常にレッスンでも48の曲でなんかいつも行き帰りとかもレッスンの行き帰りとかもなんかライブでやる曲とかだから48の曲を聴いてるので、なんか48以外の曲を聴いてみようと思って、なんか最近は洋楽とかも聴いてるんですよ。そうそう洋楽も聴くんですよ。ハヤトハートありがとう。カズリンクレープありがとう。女の子だったらどうだろう、可愛い子、でも綺麗な子の方がなんかハマることが多いかな。市岡あゆみさんとか、それ歌詞をなんか、でも洋楽って歌詞簡単じゃないですか。なんかやっぱ歌詞だから簡単にしてあるから、なんか単語さえちょっと分かってればなんとなく意味分かったりするし、こうなんか意味をこう調べて意味を分かった上でまたその曲を聴くとすごくいい曲に聞こえたりとか。聞いたりする洋楽とかも、し私ロックもすごく好きだからロックもめっちゃ聴くんですよ。意外に一人で聴きながらこうやって頭ってロックも聴くし、あとはあいみょんさんもめっちゃ聴くね最近は。あいみょんさん、テイラー・スウィフト私も聴くよ。酔い捨て扱い、あいみょんさんとか聞くよ。意外じゃない本当。あユニゾンね、ユニゾン好きな人多いよね。あいみょんも聞くし、アリアナさんも聞くし、いろいろ聞くよ。あとはあと何聞くっけな私、あとハロプロさんもすごく好きだからハロプロさんの曲もめっちゃ聞く。歌詞がすごく好きよ。中国語の歌もね一個だけ知ってるのがありますよ。ハオシャンニー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 ゴリゴリハオシャンニーハオシャンニー。ドラム弾けるんだ。そうまさん、だるまありがとう。赤タイムズも知ってますよ。大丈夫だよ。ハロプロの曲、どの曲が好きなの？いっぱいあるけどね。いっぱいある、ほんと。あ、でも私めっちゃあれ好きなの。小さな列車が進む線路を、たどるように走るバスに乗って、夏が来るたび田舎へ。おばあちゃんのところへ。好きよ、キャベツアクションとか。あ、大原さくら子さんもめっちゃ聞く。あ、香水も好きよ、ジュースです
どうも。あ、こんにちは。一回さっき開けたの。いいよ全然。そう、歌詞は分からん。私も洋楽とかなんかこの曲いいなって聞いて入れてみたいな感じ。初めて来てくれたのありがとうございます。いいこと、いいこと、いいこと、来てくれてありがとう。いいことね。そう、めっちゃみんなに言われるんだけど別に大していいことができるわけでもないんですけど。ちょっと待ってよ、お名前。なかなかさん、ありがとう、来てくれて。 STU48 のゆらりんことゆらあかりです、よろしく。マイキューです。感じかな。ゆらりんの顔見るだけだけ。ありがとう。はやと誰もありがとう。お、初見さん。アイポンちゃんのところからありがとう。いつもお世話になっております。アイポンちゃん、はやと誰もありがとう。ミスチルさんもめっちゃ好きよ。わかるわかる。ミスチルさんも聞くし、小袋さんも聞くし、うん、最近メルシャンが可愛いよ。やった、そら携帯戻ってきたの。おめでとう。そう、なんか東京から郵送されるって言ってたわ。セカンドのカップリング曲、まだセカンドこと、セカンドのことはねちょっとよくわかんなくってね。再販買って、ありがとう。リットグリーも聞くし、エビデイアリスとマイハート、一人じゃない。あいみょんもめっちゃ聞く。あら、通知オンにしてくれたのね。ゆらちゃんに似てる人来て、謎にドキドキ。と、お、嫌かもしれないね。イコラブめっちゃ聞く。赤い公園も好きですよ。昔から好きだった、リコちゃんが入る前から。そう、なんか私ってなんか何か一つにハマったことがないから、結構洋服とかも系統バラバラだし、なんていうの、聞く音楽とかもめっちゃ聞く。だからロック聞く時もあれば、アイドル聞く時もあれば、洋楽聞く時もあればみたいな感じかな。本当にね、まんべんなくなる。だからいろんな人に聞いていいよって言われたのを聞いて、あ、この曲いいなとか思ったら入れたりするし。あっちゃん以外でイコラブおしめいっぱいある、いっぱいだよそんなの。え、でも最近はよりさん、あー、でもリサちゃんも可愛いし、でもナータン、でも、あ、でも一番のミリナさんかな。ちょっとね、 DD です、イコラブ DD です。セカンド買って全国各社行きたい、嬉しい。なんかそう、趣、多趣味って言ったらいいように聞こえるけど趣味がないんですよ言ったら。だから何にでも染まるというか、何でもまんべんなく好きなんですよ。そう、なんか一回聞いたことある曲もさ、こう何回も聞いてると、あ、この曲いい曲だなってなるよね。ゾンビゲーム、なんか見たことあるけど全然やったことない。あら、頑張ります。七並べ、え、でも私イコラブもうほんと全員好きですもん。ちゃんも好きだし、さなつも可愛いし、そんなこと言ったらピンクエンジェルの2人も可愛いし、いや決めれないですよ。マイカさんもねすごく好きだし、帰ってきてほしいですね。
ばばクレッパーありがとう。そうだから何にでもとっつきやすいから、ギターもちょっとかじってるしみたいな感じ、その中国語もちょっと好きだしみたいな、だからそのうちの一つがこう何かねお仕事につながったりすることがあったらいいんだけどね。エイジェイトーさん、ハルトもありがとう。いつもご本気に並べるけどゆらりに出てられないけど、嫁を一昨日すぐに対戦してた嫁さん強運だね。メンズのファッションでゆらちゃん的にこれおしゃれみたいなのある？もうザ・シンプルが好きですね。あの無地の T シャツにあのデニムとか、そういうシンプルな格好が一番好きです。あとはスーツ姿の格好はすごく好きですね。ひとみちゃんってさ、高松ひとみちゃんってさ、センターオーラすごいよね。私オーディションの番組あのエピソード0の時から見てるんだけど、なんかやっぱセンターのオーラがすごいあるなって思う。うん、可愛いですよね。ほんとやちゃんの真上取った宝くじ当たる？うん、当たる当たる当たる。りょうぴょんバラありがとう。それはロリコンだね。先日は七並べ大変ありがとうございました。あ、お腹すきすきマンの時にやったのね。今ユラはねむねむマンだからジーハートありがとう。ハヤトダルマありがとう。なんか逆に苦手な服、ロリコン、ロリコンは最高だよ。ロリコンこそ最高だよ。私もロリだから大丈夫だ。ロリコンだから、私もロリコンだから。本当にずっとね、矢吹奈子さんのことずっと応援してたしね。え、逆に嫌いな服装って言われたら私ないんですよね。あのだからこれもあんまりなんかあのまんべんなくなんですけど、あんまりこういう服装の人が嫌とかじゃなくて、その人に似合ってればいいかなって思う。ただ好きな服装はなんか T シャツにデニムとかラフな服装の方が好きかなって思う。スーツは別格だけどね。ハヤトありがとう。笑ってごめん、笑ってた。うん、全然私はその人に似合ってれば何でもいいかなって思うから、髪の毛とかも。モンタハートありがとう。スーツ着ていくとみんな避けていく、なんでよ。やちゃんかわいい、ありがとうございます。いや、やっぱスーツは男の人を3割マジでかっこよくさせるって本当にそうだと思う。あ、津田ちゃんだるまありがとう。女は私やっぱ浴衣姿が可愛くさせるなって思う。浴衣姿とカープのユニフォーム着てる女の子は3割マジで可愛いと思う上はスーツで下は短パン、新しいね。モビルスーツって何ですか？ハヤト誰もありがとう。浴衣8割増しめっちゃ言うやん。いや、私浴衣の時めっちゃ一番可愛いなって思ったココアさんですね。めっちゃ可愛いなって思った。しかもユニフォームも、ユニフォームも確かにココアさんのイメージだね。私ココアさんの顔すごい好きなんですよね。可愛い、ほんと色が白くて超綺麗な顔してる。ナースは持ってないな。セーラー服着たかった。私もセーラー服の女の子って可愛いよね。でも私ブレザーだったんだよね。浴衣ってなんであんなに可愛いんだろうね。ちょっともうちょっと着とけばよかったな。今年握手会でしか着てないな、ショールームと。浴衣着てお祭り行きたかったな。STU のメンバーと一緒に浴衣着てお祭りとか行きたかったな。
絶対可愛いやん、私得やん、可愛い女の子ばっかりに囲まれてね。浴衣祭りの時に写メ会してほしかった、めっちゃわかる。歯科助手って可愛い人多くない？歯科助手の人はまつげがバサバサな人が多いっていう話を空花さんがタクシーの中でしてて、めっちゃわかるわって思った。こうなんかさ、こう上からこうやって開けてくださいとか言ってこうやって見てたら、まつげバサバサやなこの人って思うこと多い。クリニフィーマミの T シャツが似合う、ありがとうございますね。メンバーとお祭り来たかった。ポニーテール今日でもこっちが結んでるんだよね。チャイナドレス持ってない、おつさんが着てるの見た、かわいかった。そう振り袖まだ決めてないんだよね。っていうかもう決める必要ないのかな、わかんないの、あの私もいけるのかどうか。クーカさんめっちゃ面白いよね、ハルルンさんの服だからね。え、クーカさんの由来知らないんですか？榊美優って言うんですけど、クーカさんの本名って弟がなんか美優って呼べないからクーカクーカって呼んでたらしくって、それが由来でクーカさんになったんですって。まいちゃんですよ。虫歯わかん、歯医者さん、歯医者さん最近行ってない？やちゃんのツインみたい。本当にさ、なんかなんでみんなさこんな19歳のツイン見て何の需要があるって感じだけど、みんなツインテールほんま好きよね。もうなんか言われすぎてなんかあんま抵抗なくなってきたんだけど、なんか逆にごめんね19歳でツインテールしちゃってって感じ。こんな感じだよ。私クーカさんはね、ほんとねめちゃくちゃ面白いと思います。一回なんか撮影か何かの空き時間にクーカさんとおしゃべりした時に、なんかクーカさんって指原さんのモノマネがすっごい似てるんですよ。なんか指原さんがお化粧品を紹介する時のショールームのモノマネがめっちゃなんかうまくって、本当にみんなに見てほしい、めちゃめちゃうまいんですよあのクーカさんのモノマネ。みんな好きだねツインテール。いやなんかツインテールやるんだったらこのストレートのストレートで髪の毛がストレートでツインテールやるのはもうさすがにしんどいと思う。19の年だったらこれはしんどいと思う。あのめちゃめちゃ巻いて二つ結びとかにするんだったらこの年でもまだなんか中井梨花さんみたいなやつだったら全然いいと思うけど、可愛いけど。津田ちゃんだるまありがとう。あ MV のなんかちょっとだけ見ました、あのテレビか何かでやってるやつを見ました。初見詐欺ハーフツイン怖いな、勇気が出んな。ハーフツインはフ、研究生でも出れるのかな成人式、分からんないよねどっちに参加するのか。あ、そう編み込みっていうかねじってるだけなんですけどね、簡単にデコだしね。そう来年成人式の代です。そうもうそんな年になりました。じゃあいつかハーフツインやるね。リンゴヘアン好き、ほんとあれかわいいよね、簡単にできるし私も好き。トモキアイスありがとう。そう合同成人式出るのかわからんのよね。
あんなに小さかったユラがこんなに大きくなりましたって。ガッちゃん、あなたもありがとう。研究生でも出るんだ。出れるんだ。髪を研ぐ仕草？こういう感じ？こういうのが好きってこと？なんかでも超王道な、みんなが好きそうなやつやっていい？みんなが絶対好きだろこういうのってやつやるね。ジーハートありがとう。みんながいかにも好きな女の子のやりがちな仕草いきます。待ってよ、これ取ろう。あ、これじゃないよ。いくよ。みたいな感じ。これでポニーテールする女の人好きでしょみんな。好きそう。そんな分かりやすいことしないけどね。いや好きそう。王道だよこれは。王道ですよみんな。そうだよ、これやる女の子はね分かってやってるからね。みんなほんと気をつけるんだよ。揺れるものに弱い。あ、だからあれだよね、こう垂れてるさイヤリングとか弱いよね男の人、揺れてるから。アンコールしません。しません。ハヤト、バラありがとう。ローズジャスさん、誰もありがとう。そう、分かっててもいいんだよねこういうの。しないけど。なんかそう、女の人も結構でもさ、カート買いに弱い。なんかあの女の人もでもさ、なんだろう、男の人の鉄板はさっきのやつとか結構割と鉄板で女の、あ、男の人は好きだと思うけど、女の子も鉄板で好きな行為とかあると思うよ。私はなんていうの、そういうなんていうの、私本当にイケメンに興味ないし、なんかそういうなんか女の子が普通キュンキュンするようなことよりもなんか変なところで私はなんかキュンキュンするタイプだから、なんかあの本当に俳優とかあの男性アイドルとか好きになったことがないんですけど、ハマったことがないんですけど、なんか多分女の子が好きな仕草は、あ、腕の血管、なんか重い荷物を持った時に出る腕の血管がなんか好きっていうのは聞くね。めっちゃ言うね女の子それ。あと喉仏とかもう全然共感できないんだけどって思うけど、うん、私が好きな仕草か。マスオさんありがとうございます。 ST48 のゆらりんことゆらあかりです。よろしくお願いします。つたちゃん、なるもありがとう。私でもね、
それキュンキュンせんのよね。連れて行こうかと、ありがとう。まあ、真剣な横顔はね、まあね、みんな女の子も男の子も素敵ですよね。私が好きな男の人の仕草なんだろう。なんかでも私は別に好きじゃないんだけど、あんま自分の好きな仕草が思い浮かばないんだけど、男の人でなんかちょっといいなって思う瞬間、女の大抵の女がちょっといいなって思っちゃう瞬間はあれじゃない？私は思わないよ、これ言っとくけど、唇をこうなんかみたいな 触れる人とかなんかそういうのとかキュンキュンするって言うよね、女の子は。スーツはかっこいいと思う。なんかみたいな ちょっとなんかセクシーな感じとか なんか好きっていう人多いです。唇触るのがなんか色気を感じていいっていう女の子は多いらしいです。私は分からんけど。二の腕、女の子のいいよね。私何かの仕草にときめくとかないんだよな。漫画飲みすぎ？私でも漫画も見ないんだよね。漫画もハマったことないから。でもなんか割と何？それ女の子のそういう話す、なんていうの？好きな仕草ランキングとかそういうのとかを雑誌で見るの好きだった。眠そうだ女の子かわいい。おお、になんかね、私は顔じゃないと思うけどな。本当にさりげなく道路側を歩くとか、あ、いいね、いいと思う。そういうのなんかこう2人で歩いてるけど、もう全部完全に妄想の世界だけど、2人で歩いてるけど、お前危ないだろみたいな さりげなく危ないぞみたいな、こう道路側をね行ってくれる感じとかかっこいいかもしれないね。甘いもの食べて幸せそうな顔する女の子かわいい。かわいいね、それは。タケポン変態やん。ハリー・ポッター出てくるかっこいいシーンいっぱいあるよ、いっぱいあるよ、いっぱいあるよ、そんなの。ハリー・ポッターいっぱいあるよ。でも私はなんかこうチャラチャラ遊んでる人よりかは、こうなんか一途にその人のことを好きに思ってて、いや遊びに誘われても、いや俺にはあいつがいるからみたいな人は いいと思いますね。エチズな人が好きですよ。自分からは話さないけど話を振られるのは好き。まあ、私が基本おしゃべりがすごい好きだから、話振られるのは全然嬉しいな。徒競走で裸足になる男は、え、ガチじゃん、いいじゃん、いいじゃん なんか本気でなんかにやってる姿とかはキュンとするよ。私ハリポタ全部映画館で見に行ってるよ。佐藤寿人かっこいい。佐藤選手はかっこいい。人間としてサンフレにいた時すごい応援してました。スポーツとかやってるとやっぱりさ、なんか何、顔とかそういうんじゃなくてさ、人間がかっこいいよね、ほんと。大阪ツアー記者会も楽しみ。学食に連れてってあげてください。そっか、学食か。
あ、私もハリポタエリア行きました。だから友達と修学旅行じゃないや、卒業旅行で4人で回った時に、女の子4人で一面でハリポタエリア行きました。ハリとバラありがとう、パックさんありがとう。KA さんクレープありがとう。森崎カズが好きなのに森崎浩二も好きなのか限らないならぜ。確かにカズさん、サンフレッチェ広島に、まあ、今は浩二さんはちょっとアンバサダーになっちゃったんですけど、選手を卒業して。サンフレッチェ広島が私すごく好きなんですけど、サンフレッチェの選手でですね、双子で、一緒に選手になった方がいらっしゃって、森崎浩二選手と森崎カズ選手なんですけど、和之さんなんですけど、なんかその2人は双子でそのまま2人で同じチームで戦ってたんですけど、めちゃめちゃ面白くて、すごく愛されキャラな選手で、2人でネタをやってまして、双子なんですけど顔すごくそっくりなんですよ。こう2人でこうやって寝転がって、こうやって1人が起きて、いわゆる幽体離脱ってやつですよね。やってましたよ、サンフレッチェの選手が。なんかあれ、私ハロウィンの時にコスプレしてさ、遊んだりとかさ、全然したことないから、そういうのをやってみたい。なんかイベントでファンの人も一緒にみたいな。トリック選手強いよね。たくや、バラありがとう。そう、ザ・タッチさんのネタやってた。幼稚園の配信のせいで勉強進まない。あら、頑張れ。ハロウィンの時の握手ってみんなさ、あれなんですか？メンバーさんはみんなコスプレするんですか？でもなんか渋谷とかは行きたくない、人多そうじゃん。なんか普通に家で女の子でハロウィンパーティーとかしたい。みんなが手作りのお菓子を持ち寄ってきてみたいな、やってみたい。ハロウィン公演とかあるんだ。ビール乗り越してたら人気ですよね。本当？一杯買ってくださいみたいな、おいしいよみたいな、私がいるときおいしいよ絶対買ってみたいな 言ってそうだね。確かにビールの売り子ね。もしアイドルになってなかったらやってたかもしれない。やりたかった、普通に。ユニバ行ったことないの。ハロウィン役者トラウマ、なんで？売り子可愛いと爆買いしがち、めちゃめちゃ酔っ払うじゃん。そう、なんかあんま人混みが好きなわけではないんだけど、普通になんかこう可愛い女の子のコスプレみたい。可愛い女の子のコスプレ見て、可愛い女の子が作ってくれた手作りのお菓子が食べたい。千尋公園まだね、未定なんですよ。私は生まれた時から結構ハロウィンはもうなんか活発にやってるイメージだった。イースターとかも最近はやってるよね、日本でも。ST の中でナンバーワン美少女やと思う。ナンバーワンじゃないよ全然。ありがとう。コスプレ？なんだろう。まあ葵ちゃんは可愛いからアリスとかがいいんじゃない？私はやるんだったら、私全身タイツ着たい。チンクルのコスプレがしたい。イースターって何の記念？わかんない。でもなんか4月とかにあるやつ。私あれし、ディズニーのイースターしかわからんないけど。とりあえず、あさっての名古屋はどんな印象？名古屋ってさ、あれでしょ？写真会でしょ？私、全然美白じゃないの。めちゃくちゃ焼けたの。やばいの。
やばいよ。マヒナさんの方が面白い。え、来てよ。え、私がさ、チンクルコスプレでさ、握手会やってたらさ、ハロウィンに。みんなどう思うんだろう。ただいま、推し探し中さん。初見さん、ありがとう。押して。手羽先のコスプレ、おもろいね、それは。あ、生誕祭なんだ。やばいね。まあ一般の子とかね、可愛い子いっぱいいますからね。普通にアイドルを目指してないだけで。名古屋の時のお洋服は、前ちょっとだけチラッと見せた。びっくりした。これを着まーす。ワンピースです。あ、これほどけちゃったけど、ここリボンにして着ます。こんな感じのやつ、ワンピースです。変なくじゃみって言うな。ほんのちょびっとだけ、ちょびっとだけ。え、セクシーじゃない、めっちゃ可愛い系のやつ。これはティティ&コーっていうブランドで買いました。でもアウトレットで買ったんですよ、これ。アウトレットのやつだから、お安くなってる時に買いました。かわいいよ、めっちゃこの服。皆さん、あさって会いに来てね。おしましと当日券も使えますので、皆さん。みーちゃんさん、怪我してるの？どこ怪我してるの？迷ってきた。え、写真撮れるんやね、確か。多分。え、名古屋って写真撮れんっけ？え？写真撮れんっけ？写真撮れるよね。え、あさって、ただの握手会なの？あ、握手だけか。握手だけなら着ないや。なんでツーショットの時にこれを着るつもりでいた。待って、ごめん。握手会待って、どうしよう、じゃ着ないかも。え、待って、それだったらなんか他のやつ着るわ。一目惚れした。ああ、ありがとう、シュート。着ない、着ないけど、干さないで。着ないけど着て。11月までないの？え、じゃあ着ようかな。だって11月までないんやったら、これ夏服やもんね。じゃあ着よう。じゃあ着る。11月に声聞いたら変な人だもんね。ジンジさん、クレープありがとう。今日誕生日なの？おめでとう、こっこまる。え、9月24に写メ会あるの？え、じゃあその9月24で着る。あ、でもちゃんと明日もめっちゃ可愛い服着るけん、みんな着てね。ハイアンローさん、ありがとう。あつみ、 STU48 のゆらりんことゆらかりです。
あら、え ?9 月と10月なんですか。ツーショットの最初は11月24?え ?9 月24はサイン会、あ、そうなのね。よくわかんない。ちゃんと把握しとけばね。じゃあ、あさってこれ行きます。いいことあるって言ったらみんな来てくれた。嬉しい。待ってね。こまるさんにハッピーバースデー書くの。こっこまるさん、お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。一緒に素敵な一年にしようね。ああユーニャ、ユーニャさん、初見ありがとうございます。 ST48 のゆらりんことゆらかりです。よろしくお願いします。呼び捨てしたよ。8月26はこの洋服着ようかな。握手会当日で今日何やるって聞いてくる。いやでも結構メンバーあるあるだよね。久しぶり。どうしようかな、でも悩む。写メ会の時に来てもいいんだけど、まあ握手会場の中って結構季節関係ないからね。あ、11月の写メ会、これ写メ会で来たかったんだよね。でも11月なのか。あ、これで上着着ればいいのかな、わかんない。26はこれでいくか、この他の服でいくか、まだわかんない。まだ決めておりません。10月まで会えんってやばくない？あと1ヶ月。あさってね、あさって私だけ写メ会にしてくれんかな。基本暑いしね。そう、11月とかにしようかな、着るんだったら。あの写メ会の時に着ようかな。これは結構好きなお気に入りの服だから。今の服がいい。どうしよう、悩むね。悩んでみる。あの写真会用に買った服だからなぁと思って。さくらさん、はじめまして、ありがとう。 ST48 のゆらりんことゆらあかりです。ありがとう。髪の毛サラサラだよ。11月にこれ夏感すごいか。やっぱあさって着ようかな。じゃあまあなんか悩んでから決めます。やばい、充電が。ちょっと一瞬待ってね。